はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀尾です。今日も早速練習見ていきましょう。今日もチェックをやりましたね。全日本選手権はちょっと練習自体が変則的で、まあコロナの影響もあり、規制が、厳しいので、まあ、そういうのに、ね、対応 していくっていうことも、必要です。なのでね、まあ、そういうところ意識しながら今日は練習しました。まあ、いつも2部練習なんですけれども、一発練習しか基本ないので、その一発練習の中で自分の能力をどう引き出していくか、自分の体をちゃんと目覚めさせて、どうやったらこう一番いい状態でいけるかっていうのもね、試しながらということで、やってます。この前のチェックが第1回目で、今回2回目だったんですけれども、まあ、この前とはまたね、ちょっと工夫を加えて、手を加えてですね、やってみたんで、まあ、今日のが良かったかなと思うんですけれども、まだちょっと捉えきれてないですね。まだ慣れてない。まあどういう風にするかっていうのを、まあ試合前に何とかね、導き出してやっていきたいと思います。